じゃあこんにちは、豊さん。はい、辛い男は辛いなぁ、はい、どっちも辛い。何が辛いかというと、うん、中日の高橋宏人投手がフォームを全く変えて、うん、このキャンプに入ってきて、立浪監督がそこにちょっと苦言を呈して、そして、はい、山本由伸と一緒に実践したんだよね、はい、そうですそうです。で俺最初中日のキャンプをテレビで見てて、はい、高橋宏人が映ってね、あ、投げ方変えたのか、それともキャンプの序盤だったから、はい、まあ、今でも序盤なんだけど、あ、こういうフォームで調整してんのかなっていうような体重移動だけを気にしてね、はい、やってんのかなと思ったら、山本由伸とそっくりじゃない、あれ山本由伸もそういうフォームに変えちゃったのみたいな足の上げ方とか もうクイックだよな、はい、ほぼランナーもいないのに、はい、いやだから、何があったんだと思ったんだよ。ファンの方もあれこれ山本由伸投手とフォームそっくりだよねっていうことでちょっとざわつき、うん、まあフォームをあれ変えたんだよねということだと思います。いや立浪監督の気持ちはよくわかるわ。それ例えば監督でいきなり初日で見て変わってたらどういうふうにまず思うんですか。いやまず話を聞くよね、どうしたんだって。はい、いやその前にやっぱ高橋宏人っていうのは出てくるのが早かったよね、はい、2年目で出てきて彗星のごとく、あ、これはもう絶対エースの素材だということで見てたんだけど、でもそこまでに到達するまでにやっぱファームのコーチだとか一軍の投手コーチだとかとやっぱ話し合いながらそれをずっと見てやっと投げれるようになったわけじゃない、一軍で、はい、それは素質があるから投げれるよ彼はね。まあだけどそれをいきなり、まあ、タカが 2,3 週間で実装でやってきてフォームを変えてくる、え、そんな軽いもんじゃないと思うんだよ俺は。え、変えちゃうのみたいな、え、山本由伸になっちゃうのみたいな。うん、山本由伸はもう確固たる実績があって沢村賞も取って、はい、まあ、あの投げ方がしっくりいくんだろうね、まあ、お互いこう向上心の上に立って、はい、そういうことを考えながら、あ、新しいフォームをっていうのを見つけ出したんだと思うんだけども、それに対しての否定はないんだけどね、はい、まあ、だけど高橋宏人って今年じゃない。そうですね、まあ、去年出てきて、だって去年せっかく良かったのに、あれちょっと野手が打ってくれたら10勝は確実にしてたピッチャーだよ、はい、だそれなのにフォームを今年変えるっていうその勇気がさ、うん、俺はちょっとびっくりしたんだよね。それってどういう意図で。いやそれは由伸と話をして、うん、こういう投げ方いいと思うんだよねとか、うん、こうやったら、まあ、理論は成立してると思うよ、はい、お互いの中でね。だけど山本由伸に言われればさ、そら、うん、山本俺も由伸になれちゃうかなみたいな、うん、いや思っちゃうよね。特にやっぱ若い世代って憧れだからさ、今思いますよ。年齢もそんなに離れてないわけだしね、はい、それであれだけの成績を残してるわけだから、うん、そら説得力は誰よりもあるよ。誰よりもあるけども、いやそのお前が築き上げてた2年間はどうするんだという、そこがやっぱ心配なんだよね。そうですよね。だからそれはコーチもびっくりするよ。だから立浪監督もびっくり超えたぜみたいな。多分そうでしょうね。あれ、いやお前どうしたんだって話聞きたくなるよね。ですよね。だから向上心は分かるんだよ、はい、向上心、今より良くなりたいって。でも十分だと思うよ今で。今年成績を残してそれ以上、まあ、例えば最多勝を取るんであればもっとこうしなきゃいけないっていう向上心、まあ、常に持っててほしいんだけど、そこで新たにこれをやりたいっていうんだったら分かるけどもさ、立浪監督とすればやっと出てきてくれたと、はい、高橋がね、あ、今年やっぱこう勝負の年で10勝してお前がエースになれっていうもう期待の表れだったと思うんだよ、はい、それがさ、いきなりクイック投法みたいな、みたいな。そうですよね。それはなるよ。だからあの日そのブルペンに立浪監督も来てちょこっと何かちょっと神妙なお店話した後、高橋宏人投手はその後の取材を受けずにもうそのまま宿に帰ってしまった。いやそれはわかる、やっぱこうやりたいというさ、若い選手がこれで向上するんだっていうところの鼻っ柱を折られたら、そらね複雑な心境にはなるよ。でやっぱ変えるにも勇気がいっただろうしね。だけどそれを持ってやっててもやっぱこう周りの評価は得られなかったと、まあ、中日の中ではね、はい、だから、まあ、変えざるを得ないとは思うんだけども、変えても大丈夫だから、高橋宏人ね、はい、ただやっぱこう築き上げてきたものでやっと一軍で投げれるようになったことを大切に今はしないと、まだ向上しようは分かるけど、ホームを変えてまでっていうことではない。今のままで十分10勝できるから、うーん、それからアレンジしていった方がいいと思うよ。そうですね、今はまだね薄っぺらいね実績しかないから、はっきり言って、はい、素質は10勝以上最多勝取れるぐらい の素質はあるけども、だけど今変えるべきではない。だから立浪監督はやっぱ嫌うんだよ他のやつと自主トレやるの、他のチームと。あ、
いやそれはね、やっぱね手塩に教えてきて一生懸命1年間かけて段階を経て教えてきてて、生きられ変なことになっちゃったらさ、今までの苦労はどうすんだって。そうですよ、ね、だからやっぱりね立浪監督はそ それだけの責任を持ってんだよ。やっぱり一人前にしなきゃいけないとか、チームを強くするためには高橋宏とお前は15勝は最低いかなきゃいけないとかね、うん、そういう責任を持って言ってると思うんだよ。高橋宏とも同じで、これでいけば去年6勝ぐらいだったかなぐらいだったのが、これが倍になるとか、それは絶対思ってるはずなんだよ双方。だけど今は段階的に何をやらなきゃいけないかっていうのを立浪監督が教えたんだと思うんで、そういうことなんでしょうねプラスやっぱりその WBC に選ばれていて、 WBC の直前にフォームを変えるっていうのはこれどうなんだろうっていうのも言われて、いやまあまあそりゃそうだよね、はい、やっぱり WBC であのフォームで選ばれてるわけだから、今年新しい、はい、まあそれはもう年が WBC だけに調整してるわけじゃないからね彼はね、うん、だからその、まあ、仕方ないけども、うん、いきなり森内が黒髪で来たらびっくりするのと一緒だよお前何かあったんかって、ね、いやだと思うよそれびっくりしますよね。びっくりするよね。お前誰みたいなことになるよ。勝ったのって。いやだからその向上心は分かるんだけど、今置かれてる立場とか、うん、山本由伸は変えてもいいよ。うん、はい。それあれだけの実績があって、うん、自分が考えてあのフォームにする、右足に体重乗ってんのかなって、いや乗ってますみたいな、まあこれはテレビでやってたけども十分で体重移動をスムーズに行えるように、まあ、こういうフォームにしましたと、うん、でキャッチャーの話だとボールはなんかより以上に来てるという、うんようなことを評価をもらってるんだよね。だから高橋宏斗のキャッチャーの段がないからちょっとわからないんだけども、うん、受けてるキャッチャーが一番わかるよね。いやこれじゃダメだよみたいな、うん、ただねタイミングは取りやすいよ、山本由伸投手のあの体重移動の方が、うん、だって変化がないもん、そのまま流れてくるわけだから、うん、はい、ある新聞にはタイミングが取りづらいって差し込まれるんじゃないかって言うけど、いやそんなにね下手じゃないよバッターって、クイックで来るんだったら その方が合いやすい場合もあるよ。足を上げて微妙にこうタイミングをずらされた方がやっぱバッターとしては嫌だよ。だから高橋宏斗なんかもそうだと思うけど、タイミングは合いやすくなると思う。俺はやっぱりこう向上心は分かるし、そういう気持ちは大切にしてあげたいけども、うん、だけど今年1年ちょっと我慢して自分のホームでやってみって思うよ。で15勝10勝以上できたら、その時お前もう変えていいよって、うん、あのホームに言ったらあいつが変えるかどうかだよ。そこだけの勇気があるかどうかだよ。そうですよね、うん、これを崩してまで、あだから、まあ、例えばね、はい、昨年の12勝した倍勝った、あ春先のキャンプの初日とか2日目のホームに戻す、いやもう戻していいと、お前もう実績ができたし、ね、戻すのはいいよ、いやいいですって多分俺は言うと思うよ、うん、怖くて戻したくないですよね。いやだからまだ怖さがないからね、いろんなことをやりたがるのは分かるけど、今年は我慢してやった方が、俺は立浪の意見の方が正しいと思うよ。例えばこれから先、まあ、実績もできて、さらに例えば自分で、あ何かちょっと調子がおかしいからこういうフォームにしてみようかなとか、そういう時が来たりとか、だからあのフォームで投げたいんだったら、うん、もう全部クイックで投げて、セットで投げた方がいいよクイックで全部いやそれでも一緒のことだろって理屈は、まあ、そうですよね、うん、理屈は一緒のことなんだよ、うん、だからそれでホームで変えたくなくて投げたいんだったら、うん、もう全部セットで投げてごらんって、うん、そうです。それは何も文句言えないもん、うん、いやコントロールがちょっと不安なんでセットで投げてますみたいな、うん、言ったらああそうかと思うよ。ずっとキャンプの当初からセットで投げてよかったからなそう急に騒がれちゃったから、俺もテレビ見てびっくりしたもん、え変えたのかみたいな。そうですよね、ファンもすぐにあれって、うん、まあ、それ指揮官は気づきますよねすぐ、うん、だからね吉野はねどうやったって勝てるよ、うん、あのピッチャーはやっぱ球の力、まあ高橋宏斗もそうだけど、はい、球の力あるし精度はいいしさ、うん、だからさあのフォームを変えたことによって精度がどうなんだっていうのは分からないけどね、まだ実践してないから、はい、まあ、変化球の精度だとか曲がりだとかね、そういうのは分からない。またバッターとの間合い、それが合ってくるのか、うん、より合わなくなってくるのか、これはやっぱり実践見ないと分かんないけども、高橋宏斗はねやっぱ今年は昨年のフォームにしっかり形を決めた方が安全だよね。いやそうだと思います、うんうん、だから吉野が今年あのホームで20勝したって言ったら戻してもいいよな高橋宏斗もう次の今日の来年戻しなさいみたいなそうそう言ってくれるかも分からないし確かに、まあ、向上心も分かる、そういう気持ちがないと絶
絶対上にはいけない、うん、山本由伸もそう、だからそういう気持ちがマッチした感じのホームだったと思うけども、はい、まあ残念だけどね。そうですね、うん、だけどそれはそういうふうに試してほしいと俺も思う。あとあの日本ハムの伊藤大海投手もブルペン入った時にやっぱりその解説の方も言ってたのがダルビッシュ投手のフォームにそっくりだよね、まあ、一緒に自主トレやってたのでやっぱりそうなると、ね、影響は受けやすいよね、うん、やっぱ憧れるし、はい、やっぱそれなりのちゃんとした実績も残してるし、はい、まあ、そうなってくると説得力も増してくるしね。うん、ただやっぱりダルビッシュに誰がなれるんだって言ったら誰もなれないから、やっぱ体型も違うり筋力も違う、まあ、そういうことを考えると教えは受けてもいいけどいろいろアレンジしながら自分のものにしていってほしいよね。そうですね、もう売り2つだったもん高橋宏とびっくり超えたぜみたいなそうですよね、うん、ただどうなのかな、ああいうホームで、うん、勝ったピッチャーってそういないからね。あの独特のね足の上げない、あの村山実さんってザトペック投法ってあったんだけど昔ね、はい、まあ、これご覧になってる方も分かんないと思うけどもう本当にこういう感じなんだよ、うん、まあ、それで勝った人はいらっしゃるけど、まあ、だけどどうかなと思うよね、まあ、とにかく本当に去年出てきただけで、そうそうそう、今年はそれを安定させて、うん、さらにっていうところなので、なんとかねそこはやっぱり中日っていうチームにいる以上、うん、そのチームに属している以上やっぱりそこのコーチだったりとかと連携取りながらっていう、うん、まあそうだね、連携は取ってほしいな、うん、そうですね、うん、はい。